治った、治ったよみんな。びっくりした。なんかね、変なね状態でね、こんな感じで止まって、で私何もこうやってタップしてるのに何も押せなくて、びっくりした。よかった戻って。急に消えて急に現れた、おもろあやばい、お腹が痛くなってきた。なんかよくわかんない。なんで？私は気にしない。ここ通信悪い？まあそれはいつもそうなんだけど。通し見てる。パンはね3個目、結構食べてるよね。いやでも満腹にしないと、お腹をお腹を満腹にしないと授業中はなくなっちゃうから。さすがに6本全部はね食べないよ。確かにパンって腹持ちよくないよね。だから私ご飯食べてるんだけどさ、だけど昨日はさすがに足りなかったから今日はパンなんだけど。いやだ、私そんな人じゃない。授業中にこっそり食べる人じゃないから持っていかないよ。
になったかどうかは分からないけど、まあまあって感じ。今日はお腹鳴りませんように。朝は漏れてる気がする。嘘でしょ、全然漏れてないんだけど。私今日5時45分に起きました。おにぎり食べたよ。早いでしょ。だからさ、本当に眠くて、眠すぎ。そう、目覚ましアラームで起きました。アラームで起きたけど、なんかね、いつもねまた寝ちゃうんだけど、まあ2分後か3分後ぐらいには起きるんだけどね。寝ても二度寝って最高。もうずっと寝てたい。もう嫌だよ。やばい、今日がもう金曜日の気分だ。もう金曜日になってくれないかな。やだ、木曜やだ。みんなで頑張るか。そうなのよ、土曜日は公演もありますから、またまた早起きをしなければ。私の睡眠時間は5時間。ぐらい。いや、6時間ぐらいあるか。でももっとさ、寝たいんだけど、もっと寝たい。9時間とかもう10時間寝たいんだけど。永遠に寝てたい。一日中寝ようかな。最近イベントやってて10時まで配信してるので、そっからお風呂入るといつも11時半にぐらいまで、半には寝れるんだけど、おちょい。
そう、フロキャンできないから本当はね昨日したかったんだけど、やっぱり入るってなって ちょっとね、眠すぎて、ちょっとお母さんに手伝ってもらいました。お風呂いやー、体はまあ自分で洗ったけど、あのね、お母さんにちょっと頭をね洗ってもらったの。めっちゃゴシゴシされてね、すごい美容室みたいだった。そう、頭洗ってもらいました。子供って言うな子供やだ、これ子供やどって言っちゃった、子供だし。いや、自分で洗うよ、そりゃ洗うけど、なんか洗われたって言って。やだよパパ、なんか無理に決まってるでしょ一緒になんてもう入れないから。ねえ、なんで自分では毎日、逆に自分じゃなくてお母さんたまに、なんて、いや、たまにっていうかないよ、なかなか自分で洗ってる。昨日は手伝ってもらっただけ。そうだよ、お姉ちゃんと一緒にお風呂入ったりするよ、全然。うう、なった。わかんないわかんないけど、なんかお母さんが「ほら今日頭洗ってあげるから入るよ」とか言われて「あっはーい」みたいな。まあまあ時間短縮には慣れたんじゃない。そうなの、フロキャンしそうな感じだって。もう眠すぎてね、もう寝るわって言ったもん、お母さんに。そしたらメイク落として寝てねみたいな。私いつもフロキャンしたいって言ってるのけど、めっちゃ冗談で言ってるのいつも。だけどお母さんそうやって私のこと放っておくからはいはいはい、入りますよってで、うん、乾かすのは自分でやってたよ。あのね、自分でやってたの、私乾かすの。なのになんか急にお母さんが乾かしてきて私自分で乾かしてたんだよ、言っとくけど本当に。急にお母さんこうやってなんかやり始めたから、おおみたいな。え、何それ、頭洗うって言わないのみんな。
言うね。頭洗う。髪洗う？髪洗う？ちょっと言いづらいかも。頭洗うでしょ。頭洗わないの？とかね。まあどっちもいいと思うけど、私は頭です。髪、いや、なんかやだ、頭がいい。頭っしょ。あー、そりゃ髪は乾かすっていう、か頭を乾かすとは言わない。乾かすときは髪って私言いますね。まあまあまあ、頭皮も洗うから頭が正解。ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、日差しが出てきてさ、私のミニの表紙半分潰れてるんだけど、なんかプシャーってなってる。反射しすぎて半分消えてるよね。半分消えちゃってる。フォロワー2550人。わお、すごい、やった。やった。嬉しい。本当にイベント期間始まってめっちゃ増えた。うれちーた。本当にイベントあると増える。よき。みんなありがとう、フォローしてくれて感謝感激。
しありがとう。シンザーさんはのんびりキャラ、まあ朝はのんびりかもしれないけど夜ははちゃめちゃになる。ちょっと今眠いから。今はのんびりしてるかもしれないけど、夜は激しいというか、まあまあ、テンションが違うかも。朝テンション爆上がりだったらちょっと引いちゃうかもしれない。まあ確かに基本ペースはのんびり、のんびり屋さんかもしれない。あ、ごめん、コーチじゃない。ごめん、違います、すいません。私が今爪をトントンしてました。コーチじゃないです。クマさんありがとう。爪をコンコン。すごい、椅子の上っていうかめっちゃ響く。机でやったらどうなんだろう。ね、うるさい。ちょっと痛いかもしれない。なんか今手が、手あったかいはずなのになんかまた青白い。でもみんなあんまり伝わんないんだよね、この青白さ。でもわかるか、ちょっとは。明る、めっちゃ明るいんだけど、あ、でもわかんない、結構青白いんだよね。JK はネイルできません。え、誰？ちょっと待って、誰？誰やねん、なんやねん。マジで誰？ちょっとやめてもらえますかね。お姉ちゃんのなりすましって。誰ですか？まあいいや、いや、いや、マジで今7時58分なの、びっくりした。じゃあ男女読みます。ありがとう。男女読むね。13位一田さん、ありがとうございます。12位龍馬さん、ありがとうございます。11位ビッグラブ子さん、ありがとうございます。10位メガネさん、ありがとうございます。
9位名古屋の山ピさんありがとうございます。8位ジンさんありがとうございます。7位お金持ち先生さんありがとうございます。6位ほっぺさんありがとうございます。5位ともさんありがとうございます。4位カツサンドさんありがとうございます。3位妄想貴族さんありがとうございます。2位まこちゃさん、変わったに、何かが変わった、どうしようこの場合、いっか。3位マサボーさんありがとうございます。2位まこちゃさんありがとうございます。そして1位認定員さんありがとうございます。ありがとうございました。今日も頑張ろう。えいえい、おー、バイバイ。またね。夜また会おうね。バイバーイ。